はい、どうも日本代表ジャパンです。お願いします。ついに、ついに、ついに、ついに来ました、日本代表ガチャということでですね、本日はこの南野拓実選手のレベマンね、能力値の方を見ていきたいと思います。そしてちょっとね、この使用感等もね、お伝えできればいいかなと思いますので、まずはレベマン能力値見ていきましょう。こちら、はい、ということで1レベ30レベ、レベマ61レベまで上がりますけども、そちらの能力値を大公開しております。まあね、まあレベマンの能力値見ていただきたいんですけども、ボルコンドリブルだったりスピード瞬発、そしてですね、まあ決定力から、まあカーブですか、ヘディングかまでがかなりね、こうバランスの取れた能力値となっていますね。まあ一つ気になるのがチェイシング持ちなのに、ちょっとスタミナが77と低いところではあるんですが、まあただね、オムじゃなくてセカンドトップだったりに置くとね、まあこのスタミナ消費の問題もね、解決されるかと思いますので、セカンドトップにね置くといいと思いますね。では早速ですね、その使用感見ていきましょう。どうぞ。さあ行くぞ。はい、まずですね、ちょっとそうですね、スキル追加していきたいと思いますね。さあ何が出るのか。足裏コントロール、微妙だなちょっとね、もうちょっと追加していきたいと思いますけども、さあどうだ。ラボーナか、ラボーナはいらないな。そしてさあどんどんスキル追加していきたいと思いますけども、ドロップシュートか、シュート力、キック力どれぐらいだったかな。キック力がここじゃなくて文字下か、キック力75か、75なんでちょっと微妙ですね。うん、上書きしていきたいと思います。シャペウか、シャペウはいらないな。さあどうだどうだ。あ、やばい、あと5個しかないよ。エラシコ、ダブルタッチとか欲しいな、ダブルタッチ欲しいな。いや、どうだどうだ。シャペウいらないって、シャペウ2回目いらないって。さあどうだ。さあ、あと残り3つ。ああ、ライジングシュート。キック力は微妙なんでね、ちょっとライジングいらないかなというところではありますが、さあ、残り2個となりました。闘争心。ありっちゃありだけど、さあ、ラストにかけるか。さあ、どうだどうだ。さあ、ラスト来い。波が来る。コントロールカーブ。カーブの能力値が、さてさて、カーブが75ということで、まあまあまあ、いいでしょう。これでですね、ちょっと試合の方やっていきたいと思います。では、行きましょう。どうぞ。はい、ということでですね、試合の方見ていきたいと思いますけども、今回はね、日本代表を使っていますね。デシャン監督で日本代表を使ってますね。さあ、ここ柴崎から縦パスフライで出していく南野が左足で決めていくと、いや、柴崎の縦パスもね、素晴らしかったですけども、この南野のね、決定力がかなり出ているところでありました。さあ、コケが打っていくと、さあ、冨安。回収して、さあ、冨安から中島翔也。さあ、中島からさあ、どうする。さあ、大迫からさあ、南野が謎の残しからさあ、どうする。さあ、ここはどうしていくんだ。打っていく。いや、ヒメネスに当たっていくと、惜しいシーンですね。さあ、どんどん見ていきましょう。さあ、ここ南野がちょっと降りていきますね。この降りてくる動きもかなりいいんですよね。さあ、ここ中島からさあ、スルーパス出していく。落ち着いて決めていくと、素晴らしいですね。いや、中島のスルーパスですけどもね、良かったですね。さあ、どんどん見ていきましょう。ちょっと背番号が合ってないのはね、そこはご了承いただきたいところではあるんですが、さあ、南野からドラ、もうここ抜け出しているから出すだけですと、さあ、ここいいですよね。落ち着いて相手をかわして決めていくと、いや、素晴らしいシーンでしたね。さあ、どんどん見ていきましょう。さあ、ここ長友さんからワントップ大迫。さあ、南野。さあ、どうだ。長友が中島に渡していく。さあ、中島からどうする。さあ、ドリブラー。中島からさあ、中にいたのが、ここはこつかれていくと。惜しいシーンでしたけども。さあ、ここ、酒井が取っていくといいですね。酒井宏樹。いや、金昇格してね、かなり使いやすくなってますよね。ここに南野いるんですよね。ここがかなり使いやすい。さあ、酒井宏樹が落として、南野落ち着いて決めていくと。素晴らしいですよね。いやー、このシーンね、好きなシーンの一つでありますが、さあ、吉田麻也。さあ、柴崎からどうだ?さあ、大迫からさ、南野。いや、この大迫のパスエグいですよね。いやー、あそこに入れれる。そして、ファンダイクを抜けれるのか?コントロールカーブで決めていくと、素晴らしいですね。はいはいはい、どんどん見ていきましょう。さあ、ここどうする?さあ、お、いいですね。さあ、取っていくと、長友から南野。さあ、大迫から、もうここ出すだけと。いや、もう簡単ですよね。大阪南野のこの2トップ、かなり簡単に点取れますよね。ということで、どんどん見ていきたいと思いますけども、さあ、行きましょう。遠藤航から、南野キックフェイント入れて、金ペンペ抜けるのか?
さあ、金ペンペぶっちぎれるのかと。おー、いいよ。さあ、中にカットインして右足で決めていく。素晴らしいですね。いや、キックフェイントがちょっとね、うまかったですね。まあ、自分で自画自賛今しておりますけども、ちょっと恥ずかしいところではありますが、さあ、大迫からどうする。さあ、大迫から落として中島翔也。中島翔也が左のワイドに出ていくと、さあ、中島翔也から。さあ、南野。おー、南野素晴らしいですよね。これちょっとね、ハイライト見ていきたいと思いますけども。いやー、このボールタッチの細かさ。いや、こんだけ背負って打てるということでね。いや、これ素晴らしいですよね。この南野のこの持ち方。いや、素晴らしいですね。最後はコントロールカーブで決めていくと。さあ、どんどん見ていきましょうか。残り3シーンとなってきましたけども、さあ、大阪から堂安。あ、南野ですね。南野から堂安。さあ、南野が、いや、ここに出していく。さあ、中島から、落ち着いて、ここ飛び出してきたのが南野。いいですよね。2列目からの飛び出しのね、スキルも持ってるので、ああいう動きもできますね。さあ、ここ長友から。さあ、長友どうする？長友から、お相手があまり来ないので、さあ、ちょっと持って南野がちょっと抜いて、いや、素晴らしい。ファーに決めていくと。いや、さあ、ラストのシーンですね。さあ、ラストのシーン見ていきたいと思いますけども、さあ、どうだ？さあ、ここダニアウベスからムバペ。ムバペいますね。さあ、富安がここは回収して、さあ、どうだ？さあ、中島から抜け出している鈴木武蔵が、ここは、さあ、ラストはまさかの南野じゃなくて中島がロングシュート決めていくと。はい、ということでですね、本日はこの南野選手のね、使用感等もお伝えしていきましたけども、いかがでしたでしょうか。いや、かなり使いやすかったという印象ですね。そしてですね、本日19時よりですね、日本代表ガチャ全員出るまで終われません。生配信やっていきたいと思います。19時から生配信ですね。はい、ということで今回はですね、このサブアカで、19時から生配信していきたいと思いますのでね、お時間のある方はぜひお立ち寄りください。最後にチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画もぜひご覧ください。では